こんにちは、ニコブチモデルのロガチリアナです。今日はニコブチ TV にスペシャルゲストさんが登場してくださるのですが、なんとティモンディ高岸さんが登場してくださいます。イエーイ。やればできるでおなじみのリアナも大好きな芸人さんで、今日は美しい心、その名も2万円についてお話を聞いちゃいます。高岸さんの好きなところは包み込んでくれるような笑顔、そしてスポーツもできるなんて女の子はとってもキュンキュンしちゃいますね。それでは早速お話を聞いていきます。初インタビューでドキドキですがとっても楽しみです。ではレッツゴー。はじめまして、ニコブチモデル小学6年生のロガチリアナです。お会いできる日をとっても楽しみにしていました。今日はどうぞよろしくお願いします。こちらこそ、はじめまして、ティモンディの高岸です。よろしくお願いいたします。すごい可愛らしいですね。いやいや、キラキラしてますよ。お会いできてとっても嬉しいです。あー、本当です。そう言っていただけて僕は嬉しいですよ。ありがとうございます。とっても笑顔が素敵ですね。あなたにはかなわない。リアナさんのこの素敵な笑顔にはもう一つも足元にも及びません。もう身近で見られてめっちゃ嬉しいです。あー、ありがとうございます。僕も嬉しい。ありがとうございます。それでは早速インタビューさせていただきます。もちろんです。インタビュー開始だ。お願いします。深々と、はい、それでは早速質問させていただきます。はい、高岸さんはやればできるでおなじみですが、常にそのような美しいマインドでいるために意識していることはありますか？意識していることですか？僕はでも基本的にはみんな応援したい、みんなを元気与えたいと思って活動してるんですけど、今日のリアナさんみたいにこうやってキラキラ輝いてる人を見ると自然とね、心がね、明るくなれるんですよ。嬉しいです。やっぱこうやって周りのこの人はどういうところがすごいんだろうとか、どういうところをこう応援しようと思った時に相手のいいところがいっぱい出てくるでしょ。人だけじゃなくていろんなものにいいところ、ここいいなとか、こういうとこ素晴らしいなって自然と僕は思っちゃうんだけど、思ってるともしかしたら少しはこう明るくなれるんじゃないかなっていうのは思いますね。すごいですね。いえいえ、でもリアナさんにももう一つも僕は叶わないなっていうのがあるんで、さすがですね。僕が聞きたいです。何を気をつけてるんですか？意識していることですか？そうですよ、意識していること。やっぱ自分を好きでいること。素晴らしい。素晴らしい答えだ。なるほどな、勉強なるな。そうか、はい、自分自身を大切にしているからこんなに輝けるんだ。いやいやいや、みんな勉強になったね。いい答えだ。素晴らしいな、さすがリアナ。では、はい、2問目です。いきましょう。はい、高岸さんにとってあの人うまいんだろうなと思う人はどんな人ですか？まさにあなたですよ。あなたは美マインドですよ。このもう数分しか今ねお会いしてない、会ってね立ってないですけども、一目見ただけで姿勢からね、表情から、全てが、心も美しいからこうやって表に現れるんだなっていうね、オーラが素晴らしいですよ。あなた美マインドだ、素晴らしい。みんな見習ってこうね。リアナさんを見習ってこう。高岸さんを見習って。僕はいいんですよ。僕はいい。もうオレンジのオーラが、はい、ピンクのオーラが。リアナさんのピンクのオーラにはかないません。素晴らしいですね。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。3問目です。はい、高岸さんは落ち込んでしまったり気分が上がらない時はありますか？もちろんありますよ、人間ですからね。でも落ち込んでても、その例えば失敗しちゃった、うまくいかなかった時にずっと落ち込んでても、それが良くなることはないと思うよね。でも失敗をしたら次はどうしよう、どのようにしたらいいかなって明るく考えることで、新しいアイディアだったり、次のチャンスね、次のチャレンジに向けての一歩目が早くなると思うね。だからそういうのを考えると僕は引きずらないようになってったかな。でもやっぱりね、学生の時とか小学校中学校の時は僕はね、落ち込んだりした長かったね。でも今思うと、そこは落ち込む暇があるなら次のチャレンジどうしようかなって明るく考えようって思って、そういうことを大切にして生きてるかな。うん、すごい、昔のことがあったから今成長したという、その通り。あなた何歳ですか？今小学6年生。すごいですね、12歳でそこまで僕考えれなかったよ。達観してる大人ですね、僕より大人ですよ。
勉強になります。しょうがないな。いえいえ、こちらこそ勉強になります。ありがとうございます。うまくいかないことがあって、イライラしたり怒ったりすることありますか？はい、なるほど。僕はね、イライラをしても意味がないと思うので、僕はね、そのイライラのパワー、何クソ畜生っていう力をね、前向きに変えて生きれる人もいると思うけど、僕はそれは向いてないなって思ったのね。ちっちゃい時はね、もう拗ねちゃって、もう何もやる気ない、怒っちゃってっていう時あったけど、僕にはそれは無駄な時間だなって思うから、僕はしないようにしてます。そうそう、思ったように自分がこうしたいって思ったものがうまくいかなかったら、まあ、やっぱりどうしても人間イラついちゃうよね。まあ、そんな時間があるんだったら前向きについ頑張ろうって思ってるから僕は今はないです。はい。全然何もすごくないよ。リアナさんの方がすごいんだから。頑張ります。はい、そうです。今のままで大丈夫。頑張らなくて大丈夫。リアナさんは今のままで大丈夫です。100点満点。いや、その上に行けるように。お、素晴らしい。向上心すごい。すごいですね、湧き出る向上心が。あなたはもう天井知らず、どんどん伸びていくぞ。あなたは竹だ、竹になる。世界一の竹になれ。なります。よし、高岸さんの元気の源について、はい、一問一答したいと思います。はい、ご問質問させてください。はい、まず好きな言葉を教えてください。好きな言葉は全部好きです。そうです。一つ一つの言葉にいい成り立ちがあるんですよ。みんなが意味を込めてね、思いを乗せて言葉っていうのはできてますから。すべての言葉にも感謝ですし、全部大好きですね。感謝ですね。リアナさんは好きな言葉は？私は有言実行です。素晴らしい。あの、今竹っておっしゃったように、はい、なれるように絶対努力して、うん、ね、バンブーリアナね。今日は英語でバンブー、バンブーリアナになりましょう。なります。よし、頑張ります。はい、次、好きな食べ物を教えてください。好きな食べ物な、悩むけどね、まあ、強いて言うなら全部です。僕嫌いな食べ物がないんですよ。そう、まあ、気分でね、これ食べたい、あれ食べたいあるけど、全部がやっぱり美味しい。はい、リアナさんは？私はマカロンで。マカロン何色？あのフランボワーズっていうなんかピンク。知らない。何色それ？フランボワーズってあるんだ。はい、ピンクっぽい色が。あら、マカロンじゃない、歩くマカロンじゃないか。あなた美味しいんだ。甘い香りがしますか？甘い香りします。しますよ、心の香りが、心で感じます。好きな色を教えてください。好きな色か、悩むよね、いっぱいあるからね。好きな色は選ぶとしたら全部です。全部の色好きですよ。僕はオレンジっていうのはね、見る人を元気にする色だから着てるんですけども、うん、ピンクもね、優しい気持ちになれるから好き。そうです、黒は強さだったりね、そう、意志の強さだったりを表現できるから黒も好き。赤は情熱なんか好きですよ。青も冷静になれる、クールな色だから、全部の色にね、意味合いだったり見てて元気になれる要素があると思うから、僕は全部好きです。何色ですか？私はピンクですけど、うん、ピンク、高岸さんから聞いたことない意味があるから、うん、全部好きです。ああ、素晴らしい、成長したね。一個成長しました。はい、すごいな、伸びしろがとんでもないな、この子。やっぱ竹ですね、バンブーリアナなってますよ。はい、はい、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。元気が出るものを教えてください。元気が出るものですか？はい、趣味もでも、ものでも何でも大丈夫です。うん、僕はね、一生懸命に生きてる人見てると元気が湧きます。だから今のリアナさん見てて元気がもうみなぎってきます。素晴らしいですよ、今日ピカピカ光ってる。いや、なんかもう、うん、高岸さん見てるとめっちゃ笑顔になれて、ほんと、はい、うん、元気もらう。僕もずっと笑顔でしょ。はい、それはリアナさんが素晴らしいからだよ。一家に一台置きたいよ。どこに売ってるんだ。各家庭回ってってください、ぜひ。みんなに元気を与えてください。笑顔にさせます。はい、慣れてますよ、ありがとう。元気が出る音楽教えてください。音楽ですか？はい。元気が出る音楽か、いっぱいあるな。やっぱでもね、スポーツとかでもね、トレーニングチームよく聞いたりするんだよね。でも、ただただアップテンポのものだけじゃなくて、ゆっくりしたバラードとかも、すごいね、トレーニングの後とか聞くと成長できるから。だから選ぶとしたらね、全部です！です。何のす？
曲が元気出ますか？なんだっけ、あのディズニーの曲がいいよね。ディズニーいいよね。ディズニー大好きです。 どういうリトルマーメイドとか全部が混ざった。全部だ全部好きなんだやっぱり、うん、そのディズニー一人一人の心の中とかが全部現れた、うん、現れてるね。そういう今だったらジャンボリミッキーとかね。ありますよね。いいよね、あれ元気出るよね。ズンズンね、ジャンボリジャンボリでズンズンのやつね。いいよね、ありがとう。高岸さんはお笑い芸人としてご活躍しながら、いえいえプロ野球選手の夢も叶えてらっしゃいます。ありがとうございます。夢を叶えることは簡単なことではないと思いますが、高岸さんにとって夢を叶えるために必要なマインドはどのようなものだと思いますか？うん、それはね、諦めないことです。はい、僕もですね、一度は諦めました。一度はね、19歳の時にね、怪我をしちゃって諦めざるを得ない状況になりました。でもその後ね、一旦休憩して、でもやっぱり野球をやろうと諦めずに練習をしてたんですね。毎日練習をしてました。もう一回やろうって。じゃあ向こうご縁があってね、チームの方からトライアウトどうですかっていうお話が10年後に来たんですよ。でもこれっていうのは諦めずにね、一度諦めた瞬間はあるかもしれないけど、もう一度諦めないぞっていう気持ちを持って練習をしてたので、トライアウトが来た時に受けることができたの。だから一番大切なのは諦めない。こう好きだったり、これをやりたいという気持ちを諦めずにひたむきにチャレンジする、これが大事だと思います。すごい、いえいえいえ、諦めない心。でもリアナさんもこうやって夢を叶えてるわけでしょ。はい、モデルさん慣れてるんでしょ。はい、そうやって夢を叶えてるリアナさんからなんかコツを教えてくださいよ、皆さん。私は本当に高木さんと同じで一回あのニコプチのオーディション受けたんですよ。でも落ちちゃって、まあ、もしかしたら慎重だったり挫折があったんだ、はい、あったりしたんですけど、そっから絶対になってやるっていう気持ちから身長伸ばして、笑顔の練習とかポージングの練習とかして、プチコレっていうニコプチがしてる、はい、ファッションショーで選ばれました。素晴らしい。じゃあリアナさんも諦めなかったんだ。はい、そして努力することを、うん、継続したんだね。コツコツと諦めずに努力を継続してやった、はい、ネバーギブアップの気持ち持ってやったんだ、はい、素晴らしい。ネバーギブリアナじゃない、バンブーでもありネバーギブリアナだ。多いね、ネームが多いね。いっぱいありますね、ミドルネームがね。らしいな、諦めない気持ちを持ってたから夢が叶ったんだ、はい、ありがとうございます。教えていただき、最後にですね、最後、はい、小学生読者に向けて、はい、芸能界一のリマインドの持ち主としてメッセージをお願いします。いえいえ、もう皆さんには叶いませんけども、僕はやっぱ応援人としてね、皆さんのこと応援してますから、周りと比べるのではなくですね、自分自身がやりたいこと、こうなりたいもの、夢をですね、ちょっと描いて、それに向かって自分自身と過去の自分からどれぐらい成長したかなって、ここに意識を置いて、どんどん失敗を恐れずチャレンジをしていってください。失敗したって大丈夫、失敗をしたってその経験があなたを強くする、大きくさせるんだから、いいですか。あなたのこと応援してますからね。あなたならやればできる。僕の方こそハッピーになった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうリアナならできる、やればできるっていう、この強さを持って、あの目標であるニコプチの表紙をできるように一生懸命頑張ります。いい夢だな。リアナさんならなれるよ、はい、必ずできる。リアナさんならやればできる。はい、本当にありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございました。一生懸命これから頑張ります。はい、応援してますからね。はい、ね、皆さんも皆さんでリアナさんを応援していきましょう。素晴らしいインタビューありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバイ。バイバイ。